イエーイ。デデン。デデン。デデン。じゃあ、世界思ってるで、ゴー。こんな小さいのんのんなんて。なになになに、食べちゃう。うわぁ、どうしよう。あ、なんか手が、あーやめてー。あーあーあおろい。うわぁやめてー。わぁなんで、あ、こうだっけ。あ、あ、できた、できた。普通に楽しんじゃった。はい、でも有効の印。はい。あ、チンチン、えい。友達。友達。はい。皆さんこんばんは、アグポンこと西アグリです。皆さんこんばんは、のんのんこと高岡のんです。始まりました、アグノンルームラボ。第17回配信です。イエーイ。はい、この番組は姉妹のように仲良しな私たち2人の部屋からお送りするゆるほわ動画番組です。イエーイ。はい、今日のオープニングは、うんうん、なんか久しぶりに会ったから友達、ね、ちょっと友達の証を、ね、まあ姉妹の証をやりました、ね、そうだ、姉妹の証をね、ET 風でめっちゃ怖かったけど食べられちゃう、私がでかすぎて。はい、ということで、うん、久々のスタジオ収録で、うん、2ヶ月だって。久しぶり、久しぶり。でもなんかそんな2ヶ月も経った感じしないんだよ、ね、2週間ぐらいの感覚、2週間ぐらい、まあ、いつも通りぐらいの感じだけど、もう元気にしてた。多分元気、うーん、元気そうに見えますかね。元気そう。あ、よかったよかった。いやでもなんか、うん、本当に久しぶりにこうやってたくさん喋るから、うんうん、なんだろう、会話の能力が落ちてないか心配、うん、私。いや、私もめっちゃ思うね。なんだろう、大丈夫かな。なんかすごい、うん、コミュニケーション能力が下がってるというか、うん、いや、私もすごい感じる。さっきそのメイクさんとかとも話してたんだけど、うん、なんか私普段結構静かみたいで、なんか内弁慶だから、ちょっとなんかなんかそう、久しぶりに会ったからか、うんうんうん、なんかその元気になるタイミングがちょっといつもより遅かったみたいな。あ、朝来て、最初来た時によりもだんだん元気になっていく、うん、そう、だんだん、あ、いつもの感じだみたいな感じで元気になれるんだけど、なんか静かだったみたい。そうなの。いや、いつもそうみたい。あ、そう。私も大丈夫かな。いや、のんのんはいつも通り、いつも、いつも通り、いつも通り。よかったよかった、のんびりしてる。ちゃんと会話成り立たせられるように頑張ります。頑張ろう、頑張ろう。はい、ということで、うん、今回こうスタジオ収録なんですけれども、うんうんうん、スタッフさんは全員マスク着用となっております。はい、スタジオレイアウトもちょっと変えてみました。あ、これが、あ、ね、私たちのこの空間もちょっと確かに広くなってるよね。そう、これ、これを境にね、そう、境にちょっと、まだ危ないから。いやー待って、なんで仲悪くなったみたいになってんじゃん。いやいや、不仲説が出ちゃう。不仲だからってことじゃないので、で皆さんご心配なく。心の距離はすごい近い。はい。はい。はい。そしてですね、うん、妹収録でのお約束通り、うん、5月2日にお誕生日を迎えたアグポンを改めて今日お祝いしたいと思います。イエーイ、イエーイ。わー、めでたい。いや、めでたい。めでたい、めでたい。歳を取ったもんな。ね。めでたいよ。はい。ということで、ここでなんと、登場する方がいらっしゃるみたいです。じゃあ、ケーキ、もの、もの。あ、でれん。でれん。アグポンおめでとうございまーす。ありがとうございまーす。ありがとうございます。やった。じゃじゃーん。オープン、オープン。わーお。どんな感じ、どんな感じ、どんな感じ。好きなタイプです。好きなタイプ。好きなタイプです。じゃあ開けちゃってください。
皆さん見てください。うわー、じゃーん、じゃじゃーん、おー、フルーツタルト、ハッピーバースデーアグポ。え、めちゃめちゃかわいい。めちゃめちゃいい香りします。うん、よっと、めっちゃ美味しそう、ありがとうございます。アグポンおめでとう。ありがとう。ということでね、アグポン今回お誕生日おめでとう会ということで、はい、前回に続いてになりますが、改めてね、23歳の抱負を言ってみちゃったりお願いします。そうですね、前回のリモート収録でお部屋の片付けをね、頑張ってるって話をしたんですけど、私22歳の抱負がたくましくなるって言ったんですよ。たくましくなる。そう、私、腕立て伏せができなかったんですね。でも10回ぐらい多分できるんですよ、もう。膝なしっていうか、膝つけないで。すごい進歩がね。そう、進歩したので、うんうんうん、なんかそういう、なんか目に見える何かでもっとたくましくなりたいなって思ってて。何回ぐらいできるようになったらいいかなと思って言ってたんですけど。腕立て伏せを、そう、もっとやりたい。なんですよ。そう、もっとやりたい。なるほどね。そうなんです。だからもっと、もっともっとたくましくなって、このケーキ一人で食べれるぐらい元気に、強くなりたいです。物理的にたくましくなりたいってこと？そうですね。なるほどね。すごい。頑張ってください。はい。あそしてね、前回リモート収録した時に、アグポンのお誕生日プレゼントのね、希望を聞いたんですけど、車？あ、車？車？来るか？車が来るか？車？車が来るか？来るか？来るか？プレゼントをゲットする企画も後半で用意しています。お楽しみにだそうです。あらー。これはもう。こんな含みがある言い方。ね、お楽しみにって書いてある。ね、うわー。車の鍵さって渡されて。ね、どうぞって。いやー、これはもう期待外ですね。いやー、楽しみです。楽しみー。はい、ということで、今回もよろしくお願いします。アグのルームラボ。それでは早速最初のコーナー、今週の面白い話、イエーイ、てんてけてんてんてんということで何の BGM っていうか、はい、こちらのコーナーでは私たち2人のうち1人が面白い話をします。どんな話が飛び出すのか皆さん期待していてくださいねということでね、今日はなんとお誕生日の大西あぐりさんが面白い話をしてくださるということで、困るよ、これはね、もうお誕生日も絡まった、めでたい面白い話が聞ける予感がするということで、じゃあもう早速お話を伺ってまいりたいと思います。お願いします。全然めでたくない話なんだけど大丈夫かなはい、頑張ります。私最近というか、まあ、最近ですかね、うんうん、辛いものにハマっていまして、あ、それで、蒙古タンメン中本さんっていうラーメン屋さん、まあ皆さん結構有名なお店なので知ってる方も多いと思うんですけど、そこのお店テイクアウトができるようになりまして、で、私今まで食べたことなかったんですね。で、その最初は私まだ食べたことがなかったので、初めての方はこの3辛って呼ばれるものがおすすめですよみたいな、うんうんうん、店長もおすすめですって書いてあったので、それを頼んだんですね、うん、で家に帰って食べたんですけど、なんか全然辛くなくて、え、そうなんですよ、なんかあれ、まあ、確かに初心者向けだけど全然辛くないなと思って、うんうんうん、でも私は辛いものが食べたい気分だったので、もう自分でラー油と七味とかをブワーって入れて食べたんですよ。で、確かに味はすっごい辛くなって、満足いく辛さで美味しくなったんですけど、夜お腹を下しましたなのでお腹を下さないためにも、ちゃんとした中本さんが作った5辛を今度挑戦してみたいと思います。以上です。うわー、もう誕生日も絡めてくれて、転んだ、全然絡めてない、素晴らしい面白い話だった
いやでも気をつけてね。そう、気をつけないといけないな。だから、うんうんうん、自分でねやっちゃいけないなって。ね、あ、辛いの好きなんだ。辛いのが好きみたい。あ、なるほど。そう、私甘いの好きだから月と太陽だね。本当だね。いやね、お誕生日なのにありがとう。どうもありがとう。ということで以上、面白い話でした。はい、ここからはこちら、今週のふつおたー、イエーイ。ということで、ここから普通のお便り、略してふつおたメールを紹介します。はい、早速紹介していきましょう。アグノンネームいつきさんからいただきました。ありがとうございます。アグポンのんのん、こんばんは。こんばんは。アグポンがナレーションを務めているミュージック BB、 毎週楽しく見させていただいています。ありがとうございます。僕は音楽を聴くことが大好きなので、うん、アグポンの声で最新の音楽をご紹介いただけるのはとても嬉しいです。実際にこの番組を見て初めて興味を持ったアーティストさんの音楽をダウンロードして聴いたりもしています。すごい。ありがとうございます。また番組のエンディング中の、音楽とはあまり関係のない、うんうん、アグポンの話を、毎週楽しみにしています、うん、わら。アグポンとノンノンのお二人は最近よく聴いているアーティストさんはいらっしゃいますか？よろしければ教えていただきたいです、とのことです。はい、ありがとうございます。ノンノン誰かいる？私、イコールラブさん。あーね、ノットイコールミーさんめっちゃ聴いてる最近。そうなの。私まだね、そっちの派生した姉妹ユニットの。ほんと？聴いてないの、まだ。聴いてみて、聴いてみて。まだ、なんかジャンプしてる PV みたいな。ジャンプしてる。あー、お題振りでね。あれ違ったかな。あれ違う人かも。あ、違う人だ。間違えたかも。あれ、いやでもジャンプしてたかもしれない。本当？振りで、うんうん。いやでもぜひ聞いてみて、おいしいよ。多分めっちゃ可愛いもんね。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いよね。めちゃめちゃ可愛い。そう。私も聞いたりするな。ね、誰の聞いてる？誰聞いてるんだろう。最近。うんうん、かーってなっちゃうな。なんかずっと同じ人のばっかり聞いてて。あ、どなたもやっぱりゆいかおりさんとかやっぱり聞いたりするから。なるほどね。あとはね、なんか自分の歌聞いてる時。あそう、これから覚えていく曲とか。あ、なるほどなるほど。そうそう、聞いてることが多いかな最近は。あ、うん、そうかそうか。ね、なんだろうね。椎名林檎さんの人生は夢だらけめっちゃ聴いてる。めっちゃ好きで、私。本当？椎名林檎さんめっちゃ好きなの。あ、そうなん。でも私、人生は夢だらけしかね、あんまりちゃんと聴いたことなくて。いろいろ聴いた方がいいよ。本当に？うん、聴いてみよう。なんかね、共通点がどんどん増えていくよ。うん、本当だね。めっちゃ椎名林檎さん好きだから。あ、そうだったんだ。聴いてみよう。ということで、じゃあ、うん、続いて。アグノンネーム、北条たけるさんからです。ありがとうございます。大西さん、高尾さん、こんばんは。こんばんは。突然ですが、キラキラした5色のヒーローや、ダジャレを連発する社長のヒーローなど、今地球を救うために戦っているヒーローがたくさんいますが、お二人にとってのヒーローは誰かいますか？うん、お二人のヒーローについて、ヒーローく知りたいです。はい、たける、じゃーないとー。ありがとうございます。ありがとうございます。特撮ヒーローとかって見る？あ、そういうことね。あ、特撮ヒーローは、ハリケンジャーってわかる？ハリケンジャー？ハリケンジャーっていう特撮ヒーローが、うん、結構前に いらっしゃったんだけど、うん、なんかそれに、私のお兄ちゃんが、うん、子役の時に、うん、なんかレッドのなんかちっちゃくな、うんうん、レッドが幼くなっちゃった？幼くなっちゃった？なんかお話みたいなやつで、なんか出てたらしくて、コナンくんかみたいなってこと？そうみたいなった時に、なんか2002年か。2002年。生まれた年や。そう、2002年に出たらしくて、うん、それでちょっとだけなんかお兄ちゃんが出てるから見てたことはある。2002年生まれなんだよ。そう。そっち？そっち？1999年とかじゃないんだ。うん。2002年。2000年代なの、あなた。そう。あら。
それが、それにびっくりした。そっち？そっち？それにびっくりした。そっち？あ、そっかそっか。そう、え、なんかさ、ヒーロー見てた？ヒーロー系、あ、やっぱり、うん、乙女の私にはあまり分からなかったかもしれないな。ね、魔法少女とかのがやっぱ好きだなって思ってたな。なるほど。え、じゃあなんかさ、なんかこういう人ってヒーローっぽいよねみたいな。こういう人？なんかいる？誰かいるかな。二人にとってのヒーローは何ですか？あんまり。ああ。かな。なるほどね。うん、ヒーローって正義の味方だもんね。うん。私たち二人が正義の味方みたいなところありますから。なんか小さな笑い声が外から聞こえました。小さな笑い声が。いやーもうね、これからも世界救っていこう。いつも仲良しシリーズで救ってんじゃん。うん。頑張ろ。頑張ろうか。頑張っていきましょう。はい、以上今週のふつおたでしたー。アグのルームラボ、アグポンお誕生日特別企画、プレゼントをゲットせよアグのゲーム勝負、イエイエイ。はい、このコーナーではアグのルームラボで今までやってきたゲームに再びトライして見事成功すればお誕生日プレゼントがもらえてしまう夢のような企画です。やったー、欲しい。はい、ちなみに用意してるゲームはこちらとなっております。ペンキ玉ボーリング、うん、フリースロー、うん、痛いワニ、アーチェリー、うん、この4つです、うん、でこの中から3つにチャレンジして1つ以上成功でルービックキューブ、3つとも成功したら追加でフードプロセッサーをゲットすることができます。2つもらえちゃうんだ。そうだよ、3つとも成功したら、もう両方もらえます。全部得意を1回やってるし。あ、そうだよね、うん、全部ね、なんか成功してた気がする。うん、はい、なんかお誕生日のお祝いが先送りになってしまったので、これくらいのご褒美企画はあっていいかなと思いますってメッセージをいただいてますよ。ということで、アグポン、どれをやりますか？ねえ、元気玉ボーリング。あー、ね、伝説のね。ね、こういうやつ、元気があれば何でもできる。ね、あー、で、左手は添えるだけ。あ、フリースロー。あと、難しい。まあ、ワニかな。あ、痛いワニかな。痛いワニね。ね、うんうんうん。ちょっとね、アーチェリーとか痛いワニちょっと苦手だったけど。あー、そうだね、最後の方ちょっとね、ちょっと苦手だったけど、うんうんうん、やってみようかな。いけるいける。ということで、それではやっていきましょう。まず最初は元気玉ボーリングです。えい。ルールはですね、一生懸命気を貯めると CG で気が大きくなっていきます。大きくなった木は途中でカラーボールに変化しますので、それをここにある10本並んだカラーコーンめがけて投げつけます。2回チャンスがあって、見事10本倒せば成功となります。イエーイ、頑張れー。いや、余裕でしょう。みんなの元気があれば頑張ってー。じゃあ気を貯めますか。はい、お願いします。ほらに元気を分けてくれー。もう頑張れー。みんな聞いて書いて、キキキキキって上に頑張って。あ、溜まってる溜まってる。おお、溜まってる。あ、ほんとだほんとだ、溜まってる溜まってる。溜まった。おめでとう。よし、では行きます。はい。あー、地球を救うんだ。えい。今どんぐらい？これ何本だろう。1、2、3、4、5、6? 6本倒れた。6本？じゃあ、あと4本じゃん。あと4本か。よし、頑張ろう。では、2回目行きたいと思います。では、もう一度、皆さんいいですか、準備は。いいよ。よし、オラに元気を分けてくれ。頑張って、頑張って。あー、うわー、頑張って、あーあー、あ、じゃあちょっと元気分けるわ。あー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 。うーん、やったー、やったー。よし、さっきより早かったぞ。うん。では、
もう一回地球を救おう。頑張って。おらあー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 倒れてる倒れてる。ああみなさん、ということだ。これはもう倒れたよ。これは4本倒れました。イエーイ。ありがとよ。ありがまさかこれが倒れ、はい、ということで、じゃあアガポンは元気玉ボーリングのチャレンジは成功しました。イエーイ。これでもうさ、ルービックキューブは絶対だよ。ありがとうございます。やったやった。じゃあまた続いてのに行きたいと思います。続いてはフリースローです。イエーイ。イエーイ。これからアグポンがビーチボールを使ってフリースローをします、うん、ただし投げる先はこのホワイトボードの後ろです、うん、5球投げて1球以上ホワイトボードの裏にボールが吸い込まれたら成功となります。いけるよ。頑張って。では早速お願いします。1投目いきますか。左手は添えるだけ。お、添えるだけ。いけ。うっと。まだまだあと4回ある。まだまだある。まだまだある。じゃあ2回目いきますか。はい、お願いします。普通にミスっちゃったよ。よし、左手は添えるだけ。添えるだけ。添えるだけ。お、2投目いけ。はい。あまだある。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 もう一度いきましょう。うん、いきます。添えるだけ。添えるだけ。ドン。あいや、まだあと2回ある。まだあと2回ある。まだ2回、2回もある。2回もある。よし、ではいきます。添えただけですよ。あはぁー、よーいって。まだある。まだある。まだある。あと1回ある。えい、あと1回。あと1回。ラスト。頑張って頑張って頑張る。添えるだけ。いきます。えい。何をしとるの。イエーイ。入った入ったさすがアグポン。ありがとう。すごい。持ってる持ってる。はい、なんとね、見事なシュートで入りました。イエーイ。イエーイ。成功ということで、フリースローは成功でーす。イエーイ。イエーイ。余裕だった余裕だったじゃあ続いての、チャレンジに行きたいと思います。続いてはここにある痛いワニを使ったチャレンジです。イエーイ。この痛いワニの歯を押していくと、どこかで口が閉じちゃうわけなんですけど、うん、口が閉じずに5回歯を押せれば成功となります。いや、5回でしょ。そしてチャンスはね、2回あるみたいなので。あ、なるほど。頑張って頑張りましょう。頑張れ。早速1回目の挑戦。お、ワニは友達。え、どうだどうだ。1。おぉ。2。おぉ。3。おぉ、あ、これいけるよ。4。おぉ。おぉ。このシクタ楽しかった。これ普通にいけるもんだと思っちゃったから。かわいい。おじが柔らかかったんですよ。そうね。じゃあもう1回2回目。もう1回、もう1回いきましょう。いっよーし。2個目。おー、いけるいける。いや、アーチェリーがある。そうだよね。アーチェリーがある。ね、アーチェリーがある。アーチェリーがあるぞ。アーチェリーがある。じゃあ、アーチェリーやっちゃう。やりまーす。やりまーす。
はい、最後はアーチェリーのチャレンジになりますはい、はい、ここにあるね、おもちゃのアーチェリーを使って、100ポイント以上獲得でチャレンジ成功です。なお、チャンスは3回です。うん、さっき的を私が書かせていただきました。おー、100ポイントか、いけそうだね。100ポイントだよ、頑張って。では、チャンス3回？チャンスはね、3回で、100ポイントいけば、うん、プロセッサーをもらえる、うん、よし、欲しい欲しい、頑張るぞ。では、で1投目、1球、なんだこれ、1やめ1やめいきます。お願いします。100ポイントを狙うんだ、私は。頑張って、いけ。おー、 おー、めちゃめちゃ下に落ちてしまったね。でもまだあと2回あるので。そうだね、50回でも行けるし、101回でもね、いける。では頑張って、いきます。100ポイントを狙って、えい。あすごい、あおめでとう。いやだって私これで車をゲットする予定の女ですからねそりゃあ、すごい、そりゃあすごい。ということで、なんとアグポン、こちらに行きます。おいで。来た来た。ということでね、うん、アグポンは3つチャレンジ成功できたので、ルービックキューブとフードプロセッサー両方をゲットできます。やったー、やったー、わーい。ありがとうございます、ありがとうございます。よかったよかった。え、フードプロセッサーでは何をしたいんですか？玉ねぎをみじん切りにしたいです。よかった、これで玉ねぎみじん切りにできるやったー。ということでね、あのアグポン成功して本当に改めておめでとうございます。ありがとうございます。やったね。以上、アグポンお誕生日企画、プレゼントをゲットせよアグノンゲーム勝負でした。アグノンルームラボ。お送りしてきましたアグのルームラボ、いかがでしたでしょうか。番組では各コーナーへのメールをお待ちしております。メールアドレスはアグの @secondshot.jp です。各コーナーは番組ホームページに掲載していますので、ぜひ確認してみてください。また番組公式ツイッターもやってます。私たち個人のツイッターもあるので、どちらもフォローよろしくお願いします。お願いします。この番組はタイムシフト期間1週間を含め無料で視聴できます。さらにこの後23時30分からセカンドショットチャンネル会員向けのアフタートークと前回のアーカイブがお楽しみいただけます。ぜひ会員登録をよろしくお願いします。そしてセカンドショットフェスガールズメンバーズ2020が7月18日に開催予定です。詳しくはイベント公式ホームページをご確認ください。よろしくお願いします。はい、ということで、うん、第17回はどうだった。いやもう見事成功しまして、よかったよ。誕生日プレゼントゲットだ。やったやったね。いやよかったよかった、おめでたい。いやお家での生活がより楽しくなるグッズばかりで、ね、これで車も来るんだもんね。だってねえ、いやもうお出かけもっとできるようになったら ね便利になりますね。はい、嬉しいな嬉しいな。はい、成功したということで、うん、あの誕生日だったのね、さっきあの、うん、ケーキいただいたじゃないですか。はい、アフタートークではそちらをね、うん、食べたいと思います。いや食べるよ、楽しみ、めっちゃ美味しそうだった、はい、ね。はい、ということで今回はここまで、うん、次回の配信は2週間後6月17日水曜日23時からです。最後はアグノンジャンケンでお別れ、今回はアグポンです。イエーイ、皆さん準備はいいですか？いいよ、苦しそうだね、それでは行きます。うん、ぐる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 じゃんけんアグポン、勝ったあなたは明日の夕ご飯ハンバーグかも、イエーイイエーイバイバーイ。